今日はですね、めっちゃ久々です。こちらにやってきました、すき家でございます。すき家で冬といえば牛すき鍋定食っていうのが毎年あったんですけど、やはり今年はないみたいで、和牛すき焼き丼らしいですね。このお肉が、ね、和牛使ってるということで、ね、ちょっと値段が少し張るんですけど、今日はね、これを食べにやってきました。あと、おでんがあるんですよ。今年から始まったのかわかんないんですけど、ちょっとね、おでんも食べてみたいんで。で、あと、これ初めて見たんですけど、キノコとアスパラフィルコっていうのがあるんで、だからスキヤ含めて、他の牛丼チェーン店も来ないとね、新しいメニューがどんどんあってね、目移りしちゃいますけど、スキヤはこの麦茶がね、冬でも冷たい麦茶で、ちなみにちょっと今鼻声でございまして、すいません、ご了承ください。さあやってみました、和牛すき焼き丼です。肉のね、うまい香りがこれいいですね、たまらない。すき家のおでんを食べました。250円です。本人よりも結構濃いめですね。さつま揚げ、それから大根、こんにゃく、昆布、あとロールキャベツですよ。おでんにロールキャベツってちょっと初めてですけど、ロールキャベツからおでんで初めていただきます。うまい。キャベツがこの出汁をすげえ吸ってて、濃いんですけど、そんなに塩辛くないというか、くどくないというか、ちょうどいいですね、うん、鼻声ですけど、ちゃんと味がしますので、よかったです。メインはこれですからね、和牛すき焼き丼、お麩が入ってますね。いただきます。肉うまっ、肉めっちゃ柔らかいですね。牛丼チェーン店でこの肉の質はなかなか、うん、お肉めっちゃ柔らかいし、噛むと旨味出てくるし、タレもねちょっと甘めで、これうまいっすね。糸こんにゃく、しらたき、あとネギも入ってますし、白菜も入ってますね、うまい。今までの牛すき焼き鍋定食だったんで自分でやってたんですけど、楽ですね。もうめっちゃ食べた。あんま書き込めば終わり。ただ和牛はうまい。卵もね。卵はね、すき焼きですから。仕事で忙しい人はすき焼き食べたいなっていう時にこれも書き込めるんで、5分ですき焼きが食べれるみたいなそんな感じです。すき焼きはスプーンがあるんでね、うん、
おでんはもう全部具がだし吸ってるからすごい美味しい。さあ、そしたらですね、久々にすき家に行きまして、ちょうど旗があるんですけど、和牛すき焼き丼、食べましたけれども、あとおでんですね。牛丼チェーン店でね、あのお肉の質はね、なかなかないと思います。まあ、和牛ですからね、柔らかいし旨味も詰まっててめちゃくちゃ美味しかったですね。で、おでんも味濃いめでね、具材しっかりだしが染みてて、あれもね250円でしたけど期間限定なんで、まあ、機会があれば食べてみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、先ほども言ったんですけど、すき焼きを手軽に丼でサラサラっと食べれるといった感じですかね。まあ、他にもね、キノコとアスパラ牛丼とかね、いろんな期間限定ものありましたんで、ぜひすき家で食べてみてはいかがでしょうか。以上、和牛でした。